あ、ヒンドン君、お久しぶりです。お元気でしたか？こんにちは。枯れ葉舞う季節です。愛がこの世の全てでした。僕の新曲川口湖は、タイトル通り川口湖を舞台に、強くをテーマにした、あの悲しい女心の曲です。こう女性の方がですね、こう別れて、あの、デートした、あの川口湖に一人でもうまたもう一度行くんです。そこで、あの、好きだった人との強くを思い浮かびながら、でこの歌を、あの、歌ってます。そういうイメージです。この川口湖という曲はリズムがありまして、乗りやすい曲になっておりますが、歌う時にはなるべくリズムに乗らないように、切なく歌った方がいいと思います。僕も、あの、最初はこうどうしてもリズムに寄ろうとしたんですが、まあ、やっぱりこう作曲家の先生からこれはリズムに乗らないで切なく悲しく歌った方がいいですよって言われて、あのレコーディングをさせていただきましたので、皆さんもぜひ、なるべく乗らないように、そしてこう跳ねないようにちゃんとこう、悲しく切なく歌ってみてください。あの、僕川口湖をこうレコーディングする前にですね、実際に川口湖に行ってみました。それは、あの、僕これから川口湖という曲を歌うので、実際に行ってみないと思ってちょっと行ってみたんですが、その行く前に周りの方から川口湖について、あの、関東ではデートコースでとても有名なところだよって言われまして、実際に行ってみたら、あの、外国人さんが多かったですね。やっぱりこう富士山がこう世界遺産になりまして、あの、たくさん外国からも来られてるそうで、とても嬉しかったです。自分も外国人なのに外国人が多かったのを気づいて、なんか面白いですね。あの、川口湖にあるこうロープウェイに登ってですね、上でこう、あの、富士山を見ながらソフトクリームを食べました。美味しかったです。皆さんもぜひ、あの、富士山見ながらソフトクリーム食べてみてください。じゃあ、僕の今の瞬間の本当の気持ちをちょっと表現してみます。せーので、青がいいかな。皆さん、僕は今かき氷が食べたいです。かき氷好きなんですか？大好きです。どれぐらい食べるんですか？1人前ぐらい食べます。当たり前ですね。僕は、あの、メロンシロップが好きです。この番組のご覧の皆さん、あの、お会いできてとても嬉しいです。パク・ジュニョンです。パク・ジュニョンの、新曲川口湖が、あの、8月5日発売になります。この川口湖、新曲川口湖でまた全国を回るキャンペーンで、あの、皆さんにお会いできると思いますので、ぜひ詳しくは僕のホームページをご覧ください。また、あの、9月23日には渋谷にあるマウントレーニア渋谷ホールで僕のライブがありますので、ぜひ皆さん会いに来てください。よろしくお願いいたします。
こんにちは。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 おお。腹話術ダメでした。